宮下様は友の術が作り出した幻覚の世界に閉じ込められてしまいました。その危機を身を挺して救ったのが青龍七聖士の一人阿弥陀だったのでございます。その阿弥陀を友の手から助けたのは双子の弟須星でございました。須星は宮下様をひどく憎んでおりました。誤解よ、ゆいちゃんは怪我されてない。お前も俺はめちゃくちゃにしてやる。図星、行こう。気にしないで読めよ。今の俺たちは読むことしかできないんだから。何かされるくらいなら私もこの崖から。本当に死んじゃったの、タマホメ。何？久しぶりだな、スボシ。俺を忘れたか。朱雀の七聖士タマホメ、朱雀の巫女をもらい受けに来た。タマホメ！てめえ、いつの間に。俺の木で吹っ飛ばされたくなきゃ、宮下から離れてとっとと失せな。許さん！やれるものならやってみろ。こいつも道連れだ。タマホメ！宮下！スボシ、灰になりとなかったらおとなしい子にしとけや。タマだけにええ格好させへんで。タスキ、えらい目にあったのだ。チチリ、チリコ、ミツカケ。さあ、どうするスボシ。ダメ、手を出さないで。阿弥陀が私を助けてくれたの、ありがとう。ミヤカ、平気か？生きてたんだね。無事だったんだね。よかった、よかった。すまねえ、すぐに助けに来れなくて。でも、もう大丈夫だ。俺らも一応死にそうやってんで、喜んでな。ああ、よかったよかった。だからそんなに気持ち悪い顔で寄るな。みんな、友の幻覚にやられていたのだ。ま、たとえ本当に死にそうな怪我したって、お前を残して死んだりしねえよ。それは嬉しいんだけど、タマホメ。ん？さっきから変なおじさんが見てる。このエロジジャ！エロジジャ頼んだ、師匠に向かって。師匠？みんな、よく寝てる。すごく衰弱してたからね。でも回復も早いさ。あんたも休めば。はい。でもおじさんがタマホメの師匠って、あの人が昔旅に出ている頃、江南国に立ち寄ったらしいの。格闘とか学問とか教え込んだんだってさ。江南国で、懐かしいな。おとほり、元気かな？やっと
サイロー国まで来たんだ。とにかくここでもう一つの新座法を手に入れなきゃ。奪われた北韓国の新座法はそれから取り返すんだ。でもその前に私はユイちゃんに会って仲直りしなくちゃ。宮川、あっ、ったくどんくせえな。なんもねえとこでこけんなよ。いいじゃない、それが特技なんだもん。玉褒めこそ、こんなところで何話してたの？これで最後だ。え？俺はもうこれ以上お前を愛してやれない。俺とのことはもう忘れてくれ。さよなら。これ以上お前を愛してやれない。これが最後だ。そんな、ひどいよ、いきなり。ディープキスまでしといて、タマホメのバカ！ドーン！いつの間にそんなちょうどいい位置に。ディープキスとは一体何なのだ？それはその…それより体はもういいの？うん、おかげで回復してきているのだ。そうだ、宮子も見るのだ。ん？そうか、あの娘とは別れたか。それでいい。辛いだろうが、それがお互いのためだ。どれだけ愛し合っても、お前たちは絶対に結ばれない。それが宿命だ。それともう一つ言っておくがな、そこを腐っとるからよっかからない方がいいぞ。この鏡を見てればいいの？そろそろ映るのだ。宮川、ホタホリ、ホタホリ様、報告が遅れて申し訳ありませんのだ。いや、気にするな。二人とも元気そうではないか。他の者は皆元気か？うん、みんな変わりないよ。そうか、ならよかった。それでどうだ、新座法は？ごめんなさい、一つは中子に奪われちゃったの。でもサイロー国にあるもう一つは頑張って手に入れるよ。いやか、自分を大切にしてあまり無理をするのではないよ。もし何かがあったら、玉褒めと一緒になれなくなってしまうからな。我が江南国の行く末ももちろんだが、新座法を手に入れ、朱雀を呼び出したら、お前もきっと玉褒めと幸せになっておくれ。そばで守ることができない代わりに、いつも祈っているからな。お通り。元気を出せ。開花はきっと帰ってくるよ。おじさん、
あんたんとこの息子が傷だらけでそこに。カイカ。大丈夫、眠ってるだけだ。兄貴、今度目が覚めたら兄貴は本当にそこの息子になれるよ。青龍七星も朱雀七星も俺のことも全部忘れて。兄貴は優しいから、戦いは似合わないから。さよなら兄さん。スボシが友を殺した。はい、勝手に兄に会いに行ったと思えば、朱雀の御子供も無傷でこの地に到着した様子。席を外せ。は。どうなされましたか、ユイ様。怖いよ。知らないところで何かがどんどん動いていって、一つずつ失っていくみたいで。ユイ様、あなたにはいつもこの中子がついています。何も恐れることはないのです。本当だね。もちろんです。私はあなたを愛していますから。青龍の巫女相手では恋敵にもなれんの、ソイ。三星、ほとほりは私と玉褒めが幸せになるのを望んでくれてる。玉褒めのことを新座法を探しに行く前にはっきりさせなきゃ。玉褒め、な、何あの女の子をあんなに親しそうにして。もんか。ミヤカちゃん、もうすぐ食事の用意をするからさ、みんなに精のつく料理をしてあげないとね。精のつく料理、真心の手料理。あ、私も手伝います。シーファン、朱雀の巫女さんも手伝ってくれるんだってさ。さんってこちらの娘さんですか？いいえ、昨年父が死んで引き取っていただいたんです。あの玉褒めさんとはどういうご関係なんですか？私は一応恋人です。ちょっと今危うくなってるけど。あら、全然見えませんでした。妹さんみたいで。私は彼が崖から落ちた時、一晩中介抱させていただいたの。それがどうしたってのよ。綺麗な子に解放されて心変わりするような玉褒めじゃないわ。きっと、多分。あの山の建物なんですか？ああ、あれはお寺です。大勢のお坊さんがいるの。ずっと下に小さな塔があるでしょ？伝説があるの。伝説？日が沈むと同時に、あの塔の上で唇を重ね合った男女は何があっても離れることはないって。でも今は立ち入り禁止なんですけどね。え？妖怪が現れ何人もの男女が犠牲になったの。嘘。ところで宮家さん、あなたの作ってる煮物吹きこぼれてますけど。Thank you.
あんた。お。あの子たち、あれじゃなんだかかわいそうだよ。不幸になる恋愛と知ってて黙ってりゃよかったっつうのか。そりゃそうだけどさ。第一、女にうつつ抜かすなんざ七聖子としての自覚が。あの女いいケツしてんな。固まらんの、あの腰。全然説得力がないんだよ、あんたは。すごいさ、家庭科の調理実習ちゃんとやっとけばよかった。え、おっさんとおばさん別個七聖子なんか。なんだ、悪いかよ。もっとも現役だったのはもう90年も昔だがな。俺はトカキ、こいつはスバルだ。あんたたちの求めてる新座法は同じ白虎七星子のタタラが持ってるよ。本当ですか。やったな、今度こそ手に入れたるで。早く飯にしようぜ。せやな。おお、なんや、珍しい料理やるやん。うん、私が作ったの。はあ、異世界の料理なのだ。ほんじゃまあ、いただきます。だ、人間の食い物かこれ。人知を超えた味、どうやってこうなるか調べよう。後で胃の薬調合しなくては。みんなすっごくまずいって顔してる。そんなことありますです。そうそう、このスープなんかほら超うまいで。それシーハンさんが作ったの。は、まずい、食えたもんじゃねえよ。豚の餌の方がマシだな。タマホメ、お前ちゅうやつはいくらまずいからでな。よこせよ、宮賀の作ったやつ全部よこせ。顔紫色やで。うっせえな、食ったら食うんだ。どうしてこんなに不器用なんだろう。せっかく喜んでもらおうと思ったのに。タマホメ、やっぱり私のこと嫌いになっちゃったのかな。タマホメとこのまま別れるなんて嫌。タマホメの本当の気持ちが知りたい。痛え、腹が痛えよ。あの、おじさんに言われてお薬を持ってきたんですけど。実はおじさんがあなたに彼女のこと忘れさせてやってくれって。たくあのじじい、何考えてんだか。私は構いません、あなたさえ嫌じゃなかったら。お前とあの娘は結ばれない。それならいっそ。トレンディドラマだな、こりゃ。主人公の兄としてこの展開はどう思われます。知るか。こういうのがいいよ、こういうのが。人が死んだりするの。哲也。まもなく盛岡終点です。お忘れ物のないようお支度ください。
きっと誰かを探してるんだ。恋の相手かな。目が合った瞬間、でもそれは私だ。嘘よ嘘、あなたかけてくる。決して結ばれることのない恋、必ず訪れる別れの時、それが宮家様と玉褒めに用意された恋の定め。変えられぬ未来の前には二人の愛は無力なのでしょうか。次回、越えられぬ壁。今のあなたが愛おしくて